その孝太郎くんの後輩力みたいなお話があったので、はい、逆に孝太郎くんからその先輩の江口さんのこういうところがすごいみたいなところが聞けたら嬉しいです。そうですね、言ってやって。本当にいっぱいあると思うけどさ。そうですね、言ってやって。ほらあるでしょ、いろいろじゃないな、いろいろあるよね、うん、なんかその中のどれかを言ってくれればいい。はいはいはい、あ、うん、はい、わかりました、うん、はい、背が高い。めっちゃ半笑いやん。シロさん、めっちゃ今のが本当にあの愛想笑いっていうんですよ。いただきましたね、3人の思い出できました。完全に本当。でもパイセンの本当に好きなところはあのよく笑うとこ。あのね、何を独特ですね。あのね、話してもパイセンはいつも笑ってくれるんですよ。もういくら二人の時であろうがそうだし、あともう新幹線であろうがバスであろうが電車であれば車であろうが、もうどんな場所でもずっと笑ってくれるので、それはすごい嬉しいなって思うんですけど、でも三人でねいて、で違うね、メンバーでもう一人誰かいるってなった時に、うん、僕の後輩だったり僕の同期とかと一緒にいる時に、うん、同じようにパイセンが笑うと、うん、あ、笑うんだって。ちょっと誰にでもやってるんだ。あ、そうなんですなーってですなって思う時はある。チロさんめっちゃ置いてけぼりやな。そうですよね、すいません。でも先輩の好きなところはよく笑ってくださるところで、いつも現場を明るくしてくれるところだなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます、ね、